どうすんだこれどうすんだこれ楽しすぎる。米沢ゼミのフィールカイン TV、山田温泉旅館から無須通田駅にこの丹頂地下道、 Google マップになぜか出ていない、もうずっと出てない、この地下道を経由すると徒歩 800m でございますはい、起き上がった。マスクを外します。なんかこの温泉が遅延しているという噂ありますけど、どうなんでしょうか。はい、というわけで戻ってまいりましたよ。むつ通田駅、恐れていたことが現実になってしまいました。どうしよう。はい、運転手さんありがとうございます。さあ、というわけで1900何十円かなんで、寒波でね、1930円か、寒波で70円で2000円置きました。そして米沢今、1000円未満の、効果しかないので、急遽ファミマで下ろします。ファミマ、ウバヤチがひらがなじゃないか。はい、それもまた人生。ファミマ五所川原ウバヤチ店、ウバヤチがひらがなから 300m ほど歩いてきまして、いや、それはウバヤチバス停の方が近いんだけどね。はい、ウバヤチ南口バス停でございます。幽霊文字ヤチでございますね。津軽の方言漢字でもあります。こちらでバスです。さあ、説明しておきましょうね、状況ね。はい、35分間間に合います。つまり、まあ先ほど出したようにですね、この線37分遅れと、まあ20何分遅れですね、五所川原での停車時間をね、縮めても。そうすると、川辺で接続が取られない限り、そこで積むんですよ。13時のパレードに間に合わないということになってしまいますので、急遽、タクシーに飛び乗りました。で、所持金が3000円弱しかないというですね、ひどい状況で乗ったんですけど、まあ3000円で行けるでしょうということでね、出していただいて、ウバヤチの、ファミマの前で1930円ということでね、セーフでした。で、お金ないのでね、ファミマのウバヤチ、ファミマ五所川原、ひらがなでウバヤチ店で、の ATM ありましたんでね、お金下ろして、このバスの原資を稼ぎました。稼ぎましたじゃない、確保しました。というわけでバス回しましょう。はい、ウバヤチ南口バス停、幽霊文字バス停、方言漢字バス停から、乗ります。2分遅延の、江南バス、青森駅。大社田駅通りでのワープは危険と考え、ここがベストな乗り継ぎ点と見なしました。鶴ヶ崎駅前バス停に1分試着です。なのでこれで5分差でね、あそこまで 100m ですので、5分差4分差ってこと、4分の余裕1分で、JR 復帰でございます。予定の列車でございますね。はい、ありがたやもったいないです。しかし、まあこの駅前もちょっと錆びれてますね。仕方ないけどね。もう当たっちゃったか、安全ですね。はい、というわけで鶴ヶ坂駅で所定の列車に戻れるという奇跡ですね。このタクシーとバスのワープで鉄道に追いつけるっていうね、すごいですね。しかもタクシーで完全に逆方向に行ってますからね、これね、あの目的の青森とね。いや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 、ラッキーでございました。はい、やってまいりました。これディーゼルカーじゃねえか。はい、まあ電車だけどね、モーターで走ってるからね、実質。というわけで鶴ヶ坂駅から青森行き温泉線やります。はい、わそわそでない。
ってこれ座席です。この線の駅だと座席ですか、座れませんよ。めちゃめちゃ新青森駅で混乱してたんですけど、それでも定時着っていうのはもうこうなるって分かってて、どうせ合わせないってことですね。っていうか、なんか送り込みですもんね、ディーゼルカーなんてね。ということで、まあもうこれ拠点の列車なんで急ぐことはないんで、はい、エスカレーターで。これついに駅便完成したってことですか。完成かどうかもないですけど、ここがね、エスカレーターにサクッとしれっとね、自然にまっすぐ進めば駅前に出られる大開発ってやつですね。はい、というわけで大変助かりましたが、はい、米沢はあそこに目的地でございます。はい、というわけで本日青森レインボーパレードに参加でございます。さあ、まあいろいろとね、まあこの間の経緯、まあ業界筋の方はね、いろいろご存じと思うんですけど、まあ、これまで米沢はやっぱりね、フリーターのその旗を掲げて歩くっていうね、大切な目標のもとに頑張ってきまして、東北のパレードはね、まあ、仙台のあれがあったので、責任を感じてね、まあ、参加するとしてきましたけどね、まあ、今回日程の調整が取れなくて、まあ、岩手に行けなかったっていうのもあるんですけど、まあ、基本的にですね、まあ、性暴力に対して、もうめちゃくちゃな処理をして、まずさえね、この青森レインボーパレードに対して、妨害的な金払い要求をしてくるような人たち、本当に悲しいですね。まあそれがあったので、うちの組合にね、あまり私がそのゴリッとしたことを言うと迷惑をかけられないということで、まあ、今回は青森レインボーパレードに個人の資格で参加させていただくということになります。頑張って歩きましょう。はい、バッチリ組み上がってますね。 PA かです。なんだろう、はい、あ、ポチレインボーになってますね。こんな感じ、もちろんモザイクバッチリかけてきますよ皆さん。過去に掲げられたね、プラカードの在庫を持ってくださいということでね、まあ、こちらにさせていただきました。米沢、このことって、まあ、口頭でしか言ってきてないのでね、今日、掲げるとしたら初めてってことになりますね。なんだ、口頭以外の 初アピールかな。はい、スイカが枯れててね、はい、意味はくぐるように、いっさん、せっかく後ろさん、はい、プーすずのほつ、いっす、さん、せ、このロブの、はい、ブラブラするよ。はい、パレード始まりますよ。はいね、ということでノープライド、インジェノサイド、クリアフォー、はい、パレスチナです。今日ね、ちゃんとね、最初の会合のね、締めくくりでパレスチナ連帯がはっきり語られましたんでね、本当こんなね、ちゃんとがっつりやっとるね、パレードを日本ではなかなか珍しいんだ、残念ながら。本当にね、感動しつつね、パレスチナ連帯を掲げて歩きたいと思います。スイカです。はい、各自調査、出発の直前に雨が降り始めましたが、今年も歩きましょう。青森レインボーパレード、11回目の開催ですね。はい、はい、今沿道のね、フォトグラファーの方は雲、丁寧にね、モザイクかけてまいります。来ましたよ、来ましたよ、カーが来ましたよ。アオリカー先導車ですね。はい、ということで、はい、さあ、何らかの著作権との戦いですが、
2015年から歩みを続けた青森レインボーパレード、今年で11回目になります。今年のテーマは音を出していくか。さあ、ちょっと雨弱まりましたかね。あ、違います、大丈夫です。はい、はい、あ、顔大丈夫ですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。沿道からのご支援ありがとうございます。さあ、まもなくなんでも屋さんの前ですね。なんでも屋さん、毎年シャッターにいろいろ書いてくれるんですが、今日もあるかな、あるかな、ありますね、ありますね。あ、毎年あそこ書いてくれてるんですよ。おお、なんでも屋さんありがとうございます、ありがとうございます。なんでも屋さんありがとうございます。そうだ、イエーイ、素晴らしい。私はこの記事、なんでも屋さんで買いました。可愛いものたくさんあります。みんな買った。私が多分小さい時の1回目全然知らなくって、でも晴れるにさんが初めてした時に、あ、見るのってめっちゃ感動したのを覚えていて、なんかその時コロナ禍ですっごい辛かったんですよ。すっごいめっちゃコロナ禍すぎて、でもパレードを歩くことによって、あ、本当にこんなに来るんじゃないんだって思えることが、本当に毎年毎年その国かまで私は青森で生きているなと思っているので、皆さんにもそれを感じてもらえるといいなと思います。そしてここに来られなかった仲間、たくさんのことを言うように、ここにある子に仕事を忘れる。警備警察がついていながら、道を間違えてる。なんだ、働けよ警官も。ということでね、はい、まあ、自由に歩いたと実績ができたのでいいことです。どうすんだこれ、どうすんだこれ。楽しすぎる。はい、我々は警官の警備体制を分散し、圧倒的に自由なデモを発しております。あ、さすがに車道だけどダメだね。はい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 、はい、ここから新町のね、アーケード街に入ってまいります。ちょっと雨なので人通り少なめですかね。まあ雨もうほとんどパラパラ程度なんでね、我々もぬるぬるになっておりません。はい、平和でございます。はい、この金物屋さんも毎年手振ってくれるんですよ。金物屋さん、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、あ、利権洋食店さん、ありがとうございます。毎年振っていただいております、ありがとうございます。はい、先導車とお別れでございます。残念、ありがとうございます。毎年の恒例でございます。はいね、はい、でそしてこれ我々はこの後歩道を歩くというね、他の地区ではなかなかない、まあ東京でも最近たまに一は大丈夫ですけどね。ありがとうございます。あれはね、昔ノイズさんという人が、アナキストの人が実力で貸し取ったんだよ。東京ではもうずっと許可されなかったんだ。はい、まあ、実力で貸し取るっていうのはね、行政手続きっていうのは、書類がね、事務所に着くとね、有効なんだよ、それは申請としては。
っていうのを使ってですね、一時生活保護の窓際作戦で、じゃあ水際作戦でね、浸水拒否するなんだかんだ続けて、その時に浸水帳を放り込むっていうね技ができましたけど、同じことをやったんだね、僕更新の。ね、ということです。素晴らしい。さあ、まったりと更新もうすぐね、更新のパレード、もうすぐ終わるということでね、青川に戻ってまいりました。なぜ鹿内さんが辞めなきゃいけなかったのか、いまだに憤りでいっぱいです。なんのこっちゃ。はい、さあ、間もなくゴールというところでね、新しい駅ビルが見えてまいりまして、やっぱこれ高くなったねってことでね、皆さん毎年歩いてる方はこの変化に驚いてらっしゃるという、まあ米沢もそうですけど驚いてますから。はい、ね、まだ停車試験でいっぱいね設けて、駅ビル系で設けるんでしょう。はい、結構雨がガチになってきましたけど、あともう少しだから頑張ろうね。はい、先頭集団は青森駅前公園に戻ってきました。お疲れ様でした。このまま交番に突っ込んで粉砕したら面白いですね。そういうこと言ったらいけません。あとちょっと。はい、ゴールでございます。ゴールただいまでございます。はい、やる気切りましたね。はい、一部勢力の嫌がらせが本当にあったわけですが、そんなものは全て粉砕し尽くしました。しかしこれは我々の勝利ではない。そもそもそんなこと自体悲しむべき時代ですからね。まあ、そんな思いを胸に秘めつつ、今年の愛もにレインボーパレード歩き切りました。お疲れ様です。これからね、記念撮影タイムということでね、まだまだ後ろからいっぱい人歩いてきますね。この同じぐらいの数がいるんだよ。絶対に役人よりいるよな。はい、並んでくださいということです。記念写真撮ってね、その後急速に撤収が進んでおります。この後なんですけどね、ちょっと、5時から飲み会、4時から飲み会って何なんだって、私スケジュールやってね、4時まで空いてるんで、ちょっと会うがね、ちょっと時間潰したいと思います。